はい、えー、動きがあったテーマセクター個別の材料で類づいた銘柄小型株新興市場を中心に見てまいりました。アトラクティブストックスのコーナーです。はい、どうしましょうかね。まあ、ちょっと出てるんで、テクマトリックス見ま見ちゃいましょう。159円高1987円8.7%上昇です。テクマトリックスまあ,あの一昨日の推奨銘柄でありまして、まあ、ここが本命だということでお伝えしました。本命だと。っ からにはっていう形でですね、えー、結構乗ってくださる方も多かったようでですね、でただその分、ちょっと売り急いじゃったみたいな方も多かったですね、高いところ、えっ、ーえー、と2093円までありましここから100円ぐらい高いところありましたんでね、まあ、そこまで取りきれなかったという方も多かったですが、まあ、なかなか難しいですからね、そこをその高吸った金を取りに行くっていうのは、やっぱり怖いですから、行ってこいみたいなこともたまにありますんでね。 で、しかもその夜の PTS の株価とか見ちゃうと、売られたりしてんですよね。なぜこれを売るんだみたいな感じでしたけど、<laughs> この決算見てなんで売りがで、そんなところで PTS 安くなってんだっていうぐらいの感覚です。なんか下手くそうですね、PTS にいる人たちね。結構そういうこと多いです。えー、なんか安くなってるけど、その翌日、あのー、になったら、えー、結局、 コーンと急騰するみたいなパターン多いので PTS 参加しない方は見ない方がいいと。で もしやられる方は、まあ、現物しかできないですけど、買ってみてもいいんじゃないかなっていう感じですね。安かったらね。はい。そんなところ。まあ、板が薄いんで、ちょっとどうしようもないっていうところもありますが、えー、そんなことでありましたもう数字見ていただけりゃあの進捗はクソ悪いんですよ。だから、今期の通期の見,見通しに対してっていうこととかって考えると、全然進捗は悪いんですけど、第4クォーターでこの手の企業は稼ぐところなので、えー、全然それでいいんです。もう単純にこの増益率とかを見てあげれば、えー、問題ないという。 と,ところでありました。というテクマトリックスでした。あとちょっとじゃあ他の推奨を見てしまいましょうかね。で、テクマトリックスあ無事勝ったんですが、えっ、ー、と、どうかな。なんだっけな。えっと、あ、ソフトバンクテクノロジー、バンテク、ソフトバンテク。 ここが上がらなかったですねあらまあ、昨日また変わりすぎてるんでバカみたいに6%とか上がるからもう本当にやめてほしいんですけど49円安すぎ1991円2.4%上昇でしただからおとといの終値から言ったら全然プラスだったわけですよおとといの終値の感覚でいるから よっしゃぐらいの感覚でしたけど全然もうなんか昨日アホみたいに買われてですね、えー、マイナスになってしまったんですがあの日中のちょっと動き見ていただくと安く始まったんですけどその後戻すような展開、まあ、あのこんな感じでしたんでそんなに売られるような決算内容じゃなかったと思いますので、まあ、この動き正しいのかなとでもうちょっと持っていれプラスになる可能性も十分あるかなと思いますので、まあ、ま,あまだプラスになるまで待つっていう方はそれでもいけるんじゃないかなとは思いますけどね。はい こんなところですであとすごく心配していた桜インターネットやばいねっていうぐらいの。 ことを言っておりましたが、えー、冷やしにします。プラスで終わりました。なんと。493円。マジですかって感じ。17円だから493円。3.57%上昇。いやー、ちょっともう、なんか、わけわかんないです。<laughs> これがプラスで終わるのかって、あの悪い決算見て。えー、まあ出尽くしなんでしょうね。あ,あの、悪抜け、悪材で出尽くしってことなんでしょうね。 まあでもちろんやっぱり悪い決算、悪い内容でしたんで、安くスタートしたんですよ。で、急にこのお昼が、まあ、全引き前か、から上がり始めてですね、何があったんでしょうね、これね、まあ、見直す動きっていうのが入ってきて、えー、ず,んずんずんずん買い上がっていったっていうことでした。プラスで、まさか、いや、もう下手すらストップ安とかあるんじゃないかってぐらいの感覚でいたんですけどね。 なんち,ゃちょっと安いところで <laughs> 投げてしまいましてもう、あの、テクマトリックスプラスだったんで、もうそれと相殺しても十分利益出るやと思って、両方まとめて売ってしまったんでですね、もうそっか待ってりゃよかったなと思って、大航海 まあしょうがないですね。これもずるずる下がっていくパターンもあんで分かんないですけど、ただやっぱり日やしとか見ていただくと分かると、まあ長い時間かけてこれだけ下がってきた銘柄ですんで、まあ,ある程度内容悪いことはもう織り込んでいたってことなんですよね。もう半分になっちゃいましたもんね、1年間でね。はい、というところでしたんで、うん、まあそんなところなのかなという形でした。まあ無事だから今日は えー、トータル、もう全然勝利という形で終わっております。えー、では、いろいろ見ていきましょうか。ちょっと大型株の方で見てもいいんですけどね、こちらね、ZOZO ゾゾ、ZOZO、ZOZO ゾゾゾゾターン、ZOZO ゾゾ、えー。103円安、2090円4.7%下落でした。陰性ではありますけど、だいぶ戻しましたよね。 なんか思ったより下がらない。2000円が結構硬いんだなっていう感じがしました。うん、まあやっぱりそこういうの、こういう銘柄に期待する方たちってもそれなりにいるんだなということをある程度ちょっと確認した形ですね。えー、18.9%減益になる見通しだと、過方修生発表しましたでね、というところであります。ZOZO スーツの効果が全然出てないと、えー、そんなところであります。えっ、ー、と、あと日医学科見ていきましょうかね。 えと、5分足じゃ分からん。ストップ高ですか。150円の中に1113円。15.58%上昇ストップ高です。前日にですね、教育事業の構造改革が、あ構造改革を行ったところを発,、えー、発表して、えー、評価材料となっていると。これまで多額の赤字計上が続いていましたが、構造改革を行って、えー、フランチャイズを除くココジュックジュニアの実質的な撤退 というところその辺、まあ、リストラ策を、えー、交換したいな格好で今日ここですね。で終わっております。あとこれもちょっとデイリーマーケット情報の方で見ればいいんですけど、三千百十円安三万3 1 1 0円安、3720円、9.2%下落です、えー。決算発表を受けてです、ね、10月から12月期、1586億円の営業利益、前年同期36.2%増益、えー、で、市場予想は上回ったんですが、 えー、スイッチの販売台数計画の下方修正が発表されまして、ね、これがやっぱり重しになったんですよね。業績が良くてもスイッチ売れないとやっぱり任天堂は盛り上がらない。そういう、ね、ハードが売れないと盛り上がらないって感じですよね。で、つくし感というよりもそこでもちょっと失望売りっていうことなんだと思います。はい、でそれに対して任天堂と、えー ゲームのところでですね発表がありました LINE410 円高が4195円10.8%上昇ゲームアプリ Dr. マリオワールドを共同開発するという,いう発表がありました決算発表とか云々もあったんですが、まあ、まずそこが大きいんじゃないかなという気がするんですけどね、えー、そんなところですえー、っと IBC セキュリティ関連がいいんですかね。円、えー、円ストップ高円29%上昇いいですね29上昇っていうのはね、気持ちいいですね。えー、総務省で IoT の普及を踏まえて端末激に不正アクセスを防ぐ機能を設けることを義務づけると報じられているということで2020年4月から適用される。で、この、えー、IBC が IoT の設計から、えー、開発、えー、量産運用まで全ての段階において一貫性のあるセキュリティ対策を提供する IoT セキュリティ基盤。 などを提供しているみたいなところで、えーまあ、期待以外だったということで、まあ、セキュリティ関連はもう一回ちょっと見直してみるのもいいかもしれないですねこのタイミングでね、はい、あとはトライステージとか見てみますか えー、9円高、えー、325円2.85%上昇です。自社株が発表しました200万株発行済み株式数の6.86%、6億円上限ですね、えー、行うということで、えー、2月1日から5月24日にかけて行うということだそうです。 あとはど、安、えー、立、ちょっと今日も見ておきましょうか大幅促進ですね、えー、108円高20円、2036円5.6%上昇です、えー、と今日野村が目標株価引き上げ出して1290円から1900円に引き上げっていうのを出しておりましてこれをまたねさらに交換するような動きだったということでしょう。5G のど真ん中銘柄 であの業績発表がないときに、明日はこれを領海銘柄で、この、まあ、今年、まあ、もしくは上期に注目したい銘柄ということで挙げさせていただいた案立ですので、まあ、その辺の銘柄あの、見ていただいた方、見ていただいてない方いると思うんですが、あのちょっとほじくり返していただくとあの、案外悪くないよっていうところだと思うんですね。でそれがあの、昨日の推奨銘柄にもして,し,てしまいましたが、 えー、伊藤中テクノソリューションと CTC。えー、これが、今日、場中の決算発表でした。で、これもその、業績発表のない期間に、明日、これを変えの動画の中で、えー、今年の有力銘柄、推奨銘柄にはしなかったけど、有力銘柄ということで、えー、お伝えした銘柄の一つです。百えっ、ー、と、で、個人的にも好きな銘柄ですんで、 どうやったら見えるかな上の方はいいですもんね。えー、と売上高が3000億円か。で営業利益が178億6600万円。税引き前利益が182億5200万円と。 いう感じです。あの、これだけ見ちゃうと、なんかいまいちだなって思っちゃうんですが、進捗だけ見ていただければ、これも、ここも、まあ、なんか最近そこ、このパターン多いんですけど、第,、えー、と第4クォーターのところで、えー、めちゃめちゃ稼ぐってパターンですね、ここも、えー。っていうところなんで、で、コンセンサス188億、えー、というところ、 でしたで、ね、まあ、それなりに稼げた、頑張ったかなっていうところを評価した動きとなっております。まあ、えー、の税引き前利益いまいちなんですけど、えー、営業利益とかね、その売上高とか最終利益のところも、まあ、堅調な推移となっているというところを改めて交換するような形でした。っていう形で、あの、まあ、一途中テクノソースーリッまあ、昨日の 昨日の推奨銘柄、明日はコリョ会銘柄にしたわけですけど、あと、えー、と心理的墨金ソリューションズも同じく、えー、と今日、引け後の発表でしたんで、じゃこれは明日はコリョ会の方でな、えーと、業績の中身見ていきますが、やっぱり良かったと。SI はやっぱり調子いいんだなっていうところで、で多分もうこれである程度出尽くした。 かなと思うんですねあの野村證券ちょっと今一つでしたけど、クソ悪いってわけじゃなかったですけどね。あと NTT データとか、あんまりこれで動く銘柄じゃないんで、業績でバーンと行くようなところじゃないんで、ちょっとやりにくいなって。あとはだから ISID とか、その辺ぐらいかなと思うちょっとこの辺、あの、一旦今回のは終わりかなっていうところですね。えー、そんな伊藤中テクノソリューションズ。あとは何でしょうかね。えー、っと、 もですかちょっといる、あんまり最近、バーっと銘柄を見れなくて、ちょっと申し訳ないんですけどね。うんと。iPad とかちょっと見ときましょうこの辺、うん、気にされてる方も多いかもしれないですね。iPad150 円だが4 0 4 5円3.85%上昇、えー。第一生命ホールディングスと業務提携ですね。もう保険がこういう製法とく、ね、あのペットの損保が 政府と組むってもなかなかいいんじゃないかなという感じですね。セブン銀行、えー、期末の配当引き上げ発表しております。6円高330円1.85%上昇、えーっと。あとトヨタ防食、えー、下方修正発表しております。57円安1079円3.23%下落です。えー、っとあとデサント、今日もストップ高い気配です。伊藤忠からの TOB、敵対的 TOB だということで結構ねあの面白そうな感じになってきました。まあのね 本人たちはなかなか大変なんでしょうけれども、外から見てる分には面白い争いになりそうだなというところです。デサント側が、ね、MBO して非,あの非公開にするかっていうような提案を図忠、えー、にも持ちかけたところ、ふざけんじゃねえっていうところで糸忠怒りの、えー、TOB という形のようですんでね、はい、どうなりますでしょうか。えー、と同じく TOB かけられてるところ、ベリサーブ。 えー、SCSK からの、えー、TOB ですね6700円が TOB 価格ですがそこに採用する形となっております700円高5660円14.1%上昇ですあとはやっぱり見ておきたい、えー、とサンバイオ今日も値段つかずストップ安分千五百円安五1500円安5710円20.8%下落です明日2000円下がるでしたっけね3710円まで下がるんですかね っていうところになりますね。明日までまた下がると制限値幅拡大なのかな。もう明日、ちょっと分かりませんけど、っていう形になります。それでも多分止まらない可能性もありますんで、ちょっと要注意。まあ、このぐらい、この前の材料のところで上げ始めたところおぐらいまでは。 もちろん下がるんでしょうし、もうそれを超えて下がる可能性も十分あるんで、こういう銘柄。ちょっとも、もしお持ちの方いらっしゃったら、別に何にもできないんですけど、コメントとかいただけると嬉しいです。はい。3倍を。<laughs> で特に信用とかで持ったら、本当にちょっとやばいことになってしまいますね。はい。えー、ちょっとコメント、も、もし、<laughs> あの <laughs>、良ければ、 お持ちの方、も現物でも結構ですし、信用でも結構し、持ってる方は書いてください。もショートでも,もしくは、奇跡的に入っていた方、もういらっしゃれば、コメントいただければなと思います。そんな感じでしょうかね。えー、というところで、あとちょっといろいろあるんですけどね、図形エルミックとかちょっと見,見ときましょうか。IoT とか 5G 関連みたいなところで買われてるところなんでしょうね。 えー、ズケールミック41円だから380円、12%上昇。あのー、案立のところ受けてっても、それは理系とかこの辺も同じだと思います。5G 関連26円だから180円、16.67%上昇と、えー、というところです。5G 関連ちょっと洗い直して、あと1日2日くらいいけんじゃないかなっていう気がしますんで、ちょっとあ、あの、お休みのうちに洗い直していただいてもいいかなと思っております。以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。